ちゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日は、12球団合同トライアウトということで。そうですね。ね。ZOZO マリンスタジアム、行われました、はい。はい。全部で45名でしたか。45名ね。はい。はい。参加しましたが、まあ、歴史も積み上げてきてね、過去23年間のデータね、はい、参加1473人、そうだ、ね、合格者が77人というなんと 5% の合格率、5% の合格率ということでね、うん、だけれども 5% は合格しているということで、はい、希望はあります、あるということだよね、はい、うん、まあいい考え方だよね、うん、はい、それで昨年ね、はい、参加59選手、はい、そのうちに今でも野球をやっているっていう人が、まあ、NPB に2名とか、はい、NPB ファーム新球団に13名、はい、独立リーグ9名、うん、社会人クラブチーム、台湾プロ野球、はい、その他、ね、企業などなど、はい、で野球を続けてる人がいるということで、まあ、7割ぐらいね、なんか続けてるというね、うん、それ聞いてちょっとホッとするけどもね、うん、まだ夢を追ってね、はい、まあ、野球が好きで続けてる人がいるということで、うん、まあ、すごく嬉しく思います ねまだまだね、あの活躍の場を見出してね、はい、頑張っていけるということで、はい、はい、今日行われましたが、そうなんです、豊さんがずっと見ていて、はい、その中でもまあね、いろんな方がね注目する選手で違うと思うんですよね、まあそうそう、だから俺の、うん、そうそう、こう考え方とか好みだからね、うん、そうそう、これはなんであの人入れないのとかとかね、そうじゃなくて去年見てたら違う人言ってたかもしれないし、ね、まあもちろんね、その時の豊さんが見てのそうです、そう、注目をというちょっとね目を引いた選手をピックアップしていきたいと思います。はい、はい、では看板やついちゃんよろしくね、はい、お願いします、はい、注目選手ということで、はい、今回投手5名、はい、で野手が3名1名がキャッチャーの方ということでね、そうですね、はいはい、でね、うん、こういう合同トライアウトって俺一つのね、うん、見方の基準があって、うん、普通こうトータル的に 見ると、うん、やっぱりねその中にいる選手の方がやっぱり優秀な選手が多いんで、中というのは、いやだからまあ契約を結んでくれてる人たち、トライアウトではなくて なくてね、うん、これはもうしょうがないよ、もちろんね、だって戦力外になってるわけだから、そういうことですよね、だからやっぱ特徴ということでちょっと見ていったんだよね、うん、中にはね、うん、ここからもう今活躍して第一線にいる選手もいますからね、まあそうそうそう、うんうん、だからねまず投手で滝本、はい、はい、ね、これソフトバンクの、うん、21歳の投手、若い、はい、この若さも魅力ですよね、まあ、若さももちろん魅力なんだけど、はいはい、あのねまっすぐ自体はそんなに速くはないんだけど、うん、スライダーがいいんだよ、縦スラっていうのが、はい、でね俺縦スラっていうのがすごく苦手だったのよ、うん、自分が打者としてね、打者として、うん、でねしっかり腕も振れるし、はい、スライダーの時にね、うん、それと小さなカットもスライダーも投げて、うん、割と同じような球種だ、球種なように見えて、うん、球速が違うんだよね、うんうん、そういうピッチャーって意外に打たれないんだよ、うんうん、だから21歳というこう若い、うん、投手ということも考えながら、うん、それとやっぱ特徴のある、まあ、人が持ってないようなボールがある、それはまた一つ武器ありますよね、うん、だから縦スラっていうのが非常によく、うん、感じたんだよね、うん、だからこの選手なんかは21歳、なんか面白いなっていうふうには思った、なるほど、はい、はい、で次に、うん、セイミア、ね、楽天、はい、まあ、24歳、うん、球速いわ、なるほど、球にね力がある、うん、でね投げてるとフォームのバランスっていうのがまだ少し不安定さがあるんだよね、うん、これがきちっとはまっていければ、うん、なんかすごく大きくなるような、うん、投手に見えるんだよね、伸びしろがあるという、伸びしろがあるっていうような感じがするんだよ、うん、だからその少しね状態が前に倒れるような感じになるんだよ、うん、だからその分なんかちょっとこう左足に乗る時間が少なくて、うん、投げ終わった後にね、はい、なんかこうフォームを崩す原因の一つになってるんだけども、うん、でもそれがしっかりこう軸が落ち着いてちゃんとした体重移動になってくれば、うん、制球も球威も良くなってくんじゃないかな、もっともっと、うん、だからすごく可能性は感じました、はい、はい、うん、楽天の投手ね、はい、で続いて、うん、深夜、はい、深夜、そう、投手、はい、広島、そう、広島、うん、21歳、ね、また21歳、はい、はい、このピッチャーはちょっと変則なんだよ、うん、で左投げでね、はい、うん、でね上からも投げるし、うん、横からも投げれるという、
だから非常にバッターとしたら幻惑されやすいという。それはその打席の中でも変えれたりする。変えられる、変えられる。いやだからまあ球種によって変えたりだとか、球種によって同じだったりだとか、まあいろいろなんかこうバッターのこう集中力を削ぐというかな、まあそういう形にも持っていけるピッチャーだよね。だから21歳、まだまだ若いし、腕の振りはいいし、投げっぷりはいいし、だから非常に俺は使えるような、なるほど、まあそんな感じがするんだよね、だからこのピッチャーはどっか取ると思うよ。なるほど、はい、左投げてね、そういったちょっとね変則で欲しいなっていうチームもありそうですかね。こっからちょっとね変則が続くんだよね、はい、続いては巨人の笠島、21歳、はい、あのね21歳の人が多い、船場様みたいな感じだよ、はい、同じ巨人の、うん、で船場様も大活躍したように、うん、しっかりしたものを身につければ、うん、このピッチャーも俺は面白いと思う。なるほど。あのね最近変則がすごく活躍してるんだよね、うん、まあ例えばその DeNA の中川とか、うんうん、船場様だとか、うんうん、ああいうピッチャー右でも変則が活躍する、まあ、左はね、左対策で変則を持ってるけども、うん、どの球団もね、うん、大体だけどこの笠島っていうのはボールに力もあるし、うん、割とスライダーのキレ、もう一つやっぱ緩急を作るために大きな変化っていうのもちょっと欲しいなっていうふうに見てて思ったんだけども、うん、まあだけど非常にこの変則で可能性を素晴らしく感じるかな、このピッチャーもね、21歳だし、若いですよね、はい、はい、で、投手の最後が東條ロッテ、はい、33歳、はい、うん、まあこのピッチャーはキャリアあるよ、ちゃんと、うんうん、なんか投げてる姿を見てるとまだまだ全然いけるなっていうような感じがする、うんうん、ただ、力任せになってるかなっていうような感じがするんだよね、だからもう少しなんて言うんだろう、繊細な部分が出てくるともっと長生きができるかなっていう、うん、やっぱね力で来た人っていうのはやっぱ力に頼ろうとする、うん、その力が落ちた時に、キレが落ちた時に打たれる傾向にあるんだと思うんだけども、はい、やっぱそういった時に変化球の精度を磨いとくとすごくいいのかなって、まだまだ長くできるかなっていう。なるほど、うん、だから結局、いや今日調子悪い、スライダーでいっとこうね、シンカーでいっとこうと言ってもその精度が悪いとどうしてもまた力に戻ってきちゃうから、うん、だからそこら辺がなくなったら全然まだまだいけるよね。この投手も変則のサイドスロー、まあまあちょっと 変則気味だよね、うん、だからこの、深夜、笠島、うん、東條、これはもう変則だよね、うん、だから非常に俺は面白いと思う、この下3人はこの変則、こういった変則のピッチャーが欲しいなっていうような球団、ここ行けばいいのかなみたいなところってどうかある？いやー、やっぱね中川を代表されるように、はい、船場様とか、うん、いや今年非常に活躍したから、うん、やっぱそこら辺の目っていうのは多分持ってるんだよね、うんうんうん、変則3人取るよ。じゃあそういった投手がこう決め手でいないかなっていうような球団だったら、いや十分活躍できる、いったらいいかなみたいな、全然いいと思う、いや目先を変えられるっていうのがいいよ ね、うん、だからやっぱこう貴重な中継ぎに、うん、なれると思う。深夜なんかは、うん、21歳ということで、まあ中継ぎタイプだけども、うん、なんて言うんだろう、先発やらせても面白いかなっていうふうに思う節はあるよね、うんうんうん、なるほど、はい、はい、じゃあ続いて野手、うん、ね、野手はね、うん、いい、まあそこそこの、まあ例えば中日の三好だとか、うん、ロッテの菅野とか、うん、まあいいんだけど、うん、ちょっと特徴がないんだよね、うん、なんかオールマイティに平均的にいい選手というような、そうそうそう、そうそう、それはね、もう球団にいるからね。なるほど。だから、なかなかやっぱこう、代打とかでも、ちょっと厳しいのかなっていうふうに、ちょっと厳しいことを言うとね、うん、でもまあ、全然使える選手なんだよ。うん、使える選手なんだけど、やっぱそういう、こう、球団の編成の、その、なんていうのかな、配置ということに漏れた選手。うん、だから、いるんだよ。そういうタイプはね。うん、だからまあ、
特徴でちょっと掴んでみたんだけど、はい、DeNA の村川、うん、村川なぎ選手ね、はい、この選手は足は使える、うん、ねえ、すごい、うん、今日も投入してましたよ。そうそう、うん、あのね、まあ、例えば陸上の 100m の足じゃなくてやっぱり野球の足が欲しいじゃない、うん、まあ、盗塁のスタート、うん、で陸上ってフライングしちゃいけないけども、フライングしてスタートを切るぐらいのスタートを切らないと野球ってセーフにならないんだけども、うん、フライングができる人だね、うんうんうん、スタートがいいってこと、そうそう、うん、でね、イースさんでも盗塁を取ってるぐらいだから、うんうん、やっぱ足は使える。でね、最近の野球ってホームランか、うん、やっぱこういった足で点を取るというね、うん、野球が大体なんだよね、うんうん、でピッチャーも優秀になってきて、こう繋いでいく野球っていうのがなかなかできないくなってきてて、やっぱここ一番こう足を使って点を取るとか、うん、ここ一番ホームランで点を取るとか、うん、まあそういうことができる選手かなって、うん、足の方で ね、浜のチーターっていうね、相性がついてる、いや足はめちゃくちゃ速いと思うんだよ、うん、で見るからにその足の速い体型をしてるしね、うん、ただバッティングとやっぱこう守るということに関して言えば、まだまだそのやらなきゃいけない部分はたくさんあるんだけどもね、うんうん、まあでもダイソーとかね、そうだな、うんうん、だからまあ26歳ということで、うんうん、もうそのレギュラーとか、あーそのバッティングがこれからっていうよりも、うん、もう足だけ欲しいなっていうようなチームがあればね、やっぱぜひだと思うよ。なるほど、うん、はい、で続いて鈴木、うん、はい、鈴木西武のね、うん、まあ、外野手なんだけども、はい、26歳、俺が見た中で、うん、そのトライアウトの中でやっぱこうもったいないなって思う選手なんだよね、鈴木選手、うん、自分で崩しちゃうんだよ、うん、バッティングフォームを、はい、崩しながら打てるタイプなんだよ、うん、でむしろ崩した方がミート力が上がるのかなっていうようなバッターなんだよ、うん、なるほど。でもこのバッターは自分の形さえしっかり決めてあげれば、うん、俺を打つような気がするよ。うーん、ミート力があるし、なるほど、ね、バットコントロールがいいし、うん、あとはやっぱ体にキレがもう少し出てくるといいなっていうふうに思うけどね。なるほど、うん、だからそのバッティングをこうやってる中、まあ、例えば三好だとか、うん、菅野とかもいたけども、うん、やっぱこう俺がバッティングコーチだとしたら、うん、あ、この子だったらなんとかなるかな、育ててみようかなっていうような、うん、気にさせてくれた子だったな。なるほど。あ、まあ西武時代から分かってるけどもね、うん、分かってるけどもなんかもったいない、うん、状態がなぜ被っていくんだろうって、うん、いや被らない、残せよって、うん、そこら辺ですかね、うん、そこら辺でも被って打とう、被って打とうとするんだよ、うん、だからそこさえ直せば、うん、まあ他にもね、微調整で直さなきゃいけないところはあるにしても、うん、だからそういうところが治ってくるといくらでも打てそうな感じのバッターなんだけどもね、うん、はい、はい、で最後は西田、はい、キャッチャーヤクルトね、うん、32歳と年は取ってるけども、年は取ってる、まあ ね、まあ、ねあのベテラン的かな、そうだね、うん、ただねキャッチャーとしては、うん、そのまあ、例えば盗塁を刺すとか、うん、そういうことは、まあ、若い選手よりも劣るかもわからないけども、うん、やっぱ積み上げてきた経験だとか、うんうんうん、あのそういったものは今日のトライアウトですごく出してたな、うんうんうん、だから俺ねトライアウトの投げたバッテリー組んだピッチャーに西田の印象を聞くといいと思う、うんうんうん、絶対投げやすかったと思うよ。なるほど。やっぱねおいでっていうようなねことがね出されてた、まあ、キャッチャーにはすごく必要なことですよね。いや必要なこと、うんうん、だからすごくいい雰囲気で受けてるなって、うん、でチームとしておそらく行ったとしても3番手だと思うよ、うん、でも3番手でも置いとくといいキャッチャーだと思う、うん、それとねバッティングがやっぱ違う、うんうん、で1軍でもやっぱキャリアを積んでね、うん、数字を残してるように、うん、バッティングはね他のバッターとはちょっと1枚も2枚も違うわ、うん、やっぱバットコントロールが素晴らしい、うんうん、だからこの西田はキャッチャーでもう一人ぐらい欲しいなって言ったところは、うん、俺取っても絶対いいと思う、うん、なるほど。でピッチャーを乗せることができるしね、うん、だから非常に面白いなっていうふうに感じた。なるほど、はい、この8選手ですか。8選手ね、なんか個人的にはね、私甲子園で優勝投手の
日本ハム柿木投手とか、あの世代はね、そうだな、あのロッテの藤原選手とか中日の根尾選手とかね、一緒にこうね大阪桐蔭からっていうので、どうでしたか？俺も名前一瞬挙げようかなと思ったんだけど、うん、やっぱりね、まっすぐを投げるときと変化球を投げるときっていうのが、うん、やっぱフォームが変わるんだよね。それはもう最初からそういう何ていうの、変わったわけじゃなくて、持ってるんだと思うけどな。だからファームでずっといてね、で日本ハムのピッチングコーチも、うん、おそらくそれは指摘してたと思うんだよ、うん、それがやっぱり治らないんだと思うんだよね、うん、だからもうテイクバックから、あ、ここもここら辺まで来たら何投げるかっていうのは、うん、あ、変化球とか、うん、あ、これまっすぐとか、うん、分かるフォームをしてるんだよ。もうそれ分かっても打たれなければいいんだけど、それよっぽどだよねっていうことだよね。そうそう、ただ、うん、やっぱバッターってすごく優秀だから、あのそこはもう見ちゃうよね。で体が反応するよね、うん、まあそれが治ったとしたらやっぱ制球もいいし、こうまっすぐもこう押し込んでいけるから、うん、まあ、非常にいいと思うけどもね。だからまだ若いんで、うん、社会人かなんかで、うん、なんていうの、バンバン実績を積んで、うん、そういうのを克服したらもう一回戻ってこれそうな気はするけどね、うん、まあ、プロの世界でやって焦るよりは、ね、うん、そうね、環境変えるっていうのもすごくいいかもしれないですね、うん、まあ、そうだね、経験のためにはね、はい、うん、でね、ピッチャーでもう一人ね、うん、尾中っていうのがね、うん、ヤクルトの、はい、ちょっと29歳で気になったピッチャーがいて、うん、はいはい、割とやっぱこう投げ方しっかりしてるんだよね、うん、でまあシュートという武器も持ってて、うん、まあ、今日はあんまり投げなかったんだけど、シュートはね、うんうん、まあ、このピッチャーもなかなかいいけど、でもなんか29歳で、うん、ヤクルトピッチャーが困ってるのに、うん、あまり登板がなかったっていうのはなんでなんだろうなっていうのがね、ちょっと気になったっていう、うん、まあそのぐらいだったかな今日は、うん、なるほど、うん、ねえ、今挙げた選手の中からもまたね、契約があるといいな、うん、まあそれ以外の選手もね、うん、いろいろね、見る人が見たらぜひ欲しいみたいな、ね、まあそうだね、話があるといいですよね。まあいろいろ若い人たちとかね、うん、まあ、受けてたけど、まあ、それなりに、まあ、いいものは持ってても、うん、やっぱああいうところってやっぱ特徴を見てるから、やっぱ自分の特徴は何なんだっていうアピール、そういうものがちょっと下手だったかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするよ。なるほど、まあ、うん、あれですよね、この場にかけてる思いと、うん、プレッシャーと、うん、まあ、また緊張もするし、うん、ってなるとなかなかそのパフォーマンスを 100% 出すのがね、それは難しい難しい難しいね。まあだけどピッチャーの中ではこの変則3人トリオ、うん、何かって見つけたの変則3人トリオ ね、 ね、まあ、非常にあの非凡なものがあると思うし、うん、ね、まあ、こうやって挙げた選手の中からでもね、決まってくれるとありがたいなって、うん、嬉しいなと思うね、はい、うん、まあでも昨年のトライアウトからでも7割が、うん、まだ野球を続けてる、うん、いろんな形は変われどね、うん、まあだけど夢はね、最後の最後まで捨てないで、うん、まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。そうですね、はい、はい、頑張ってください、はい。